皆さん注意がまびら。ちょっと待ってください。皆様、おはこんばんにちは、うぷぬしものロムサと。アシスタントの社名丸あやです。今回はノリと勢いで県民の日に沖縄に行ってきたので、その様子をお送りします。ノリと勢い？学生時代最後の平日の休みになる見込みだったのでね。待って、その言い方は日帰りして。それでは本編をどうぞ。今回も拠点駅の浦安から行動します。今回はいつもの5時12分の中の行きじゃないんですね。今回乗る飛行機は羽田ではなく成田から出るので、1回勝田台まで行きます。東洋高速鉄道とか言われていますが、浦安から成田空港へ行くときは東洋高速線経由が最短ルートなので、優等種別の運転が少ない早朝においては純粋に実キロが短いので最速だったりします。それでは乗車します。この時間の西船橋方面は完璧に空気輸送ですね。西船橋まで全カットして、ここから東洋高速線に入ります。数少ない乗客もほとんど西船橋でおりまして、撮影者が乗っていた号車は撮影者さんともう一人しか乗っていませんね。お待たせいたしました。東洋高速鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は北奈良市の八千代緑ヶ丘方面東洋勝田台行きです。次は東海神です。初めて乗った路線なはずなのに、すごい自動放送に聞き覚えがあるのだが、言われてみれば名鉄のワンマン線区の自動放送の人と同じ気がします。通りで聞き覚えがあるわけだ。東洋高速鉄道と名乗っているだけあって、東西線の快速と同じ時速100キロ運転を行います。2線系は時速120キロ運転できるし、もうちょい高速化してくんないかな。時速120キロ運転にすると中路車に次に乗れない編成がキラコがいるんですが、八千代緑ヶ丘でとうとう中の人の乗ってる号車と隣の号車まで貸し切りになりました。その後は全カットして東洋勝田台で下車します。下手すや当面来ないので、いろいろ記録しまして、改札を出まして京成本線に乗り換えます。ではこの成田空港行きの普通で終点の成田空港まで向かいます。6時台の成田方面行きですが、脱着が出るくらいには混んでいますね。そのままの乗車率で京成成田を出発です。この電車から乗り継ぐ飛行機がそれなりにある時間帯ですからね。すべて A320×D737 といった小型機ですが、これだけ本数あればそりゃ混みますよね。そのまま成田空港で下車しまして、前回の福岡へ飛んだ時と同じく今回もピーチを使って沖縄に飛びます。にしても飛行機で日帰りですか？というわけで今回はこんな割引航空券を使っています。零泊の旅ですか？それにしてただでさえ安いピーチの航空券から35億ってすごくないですか？今回だと運賃が4750円で、空港使用料と座席指定もろもろ含めて6130円、つまり往復で12260円で沖縄に行けるわけだ。本当に破格ですね。この値段なら平日休みを利用して沖縄行きたくなるでしょ。そうはなりませんよ。前回福岡に飛んだ時と同じく、空港内リムジンで30分まで行きます。奥に最近運用復帰した A380 が駐機されていますね。隣に A320 が止まっていると、A380 の大きさが際立ちますね。バニラエアの異国情緒のある塗装を生かして、リゾート塗装にしてるのに商売のうまさを感じる。親会社の都合で無理やり統合させられたピーチとバニラエアの加工を考えると、すごいロマンを感じる。それではタラップから登場します。7時37分、遅れること12分、プッシュバックが始まりました。7時57分、プッシュバックから20分でようやく我々の搭乗機にテイクオフの順番が回ってきました。エンジンが唸るのと同時に体が座席に押し付けられて、急加速する瞬間めっちゃ好き。わからないこともない。低滑走路の中ほどまで行ってようやくローテートです。小型機にしては随分と重々しいテイクオフでしたね。撮影者は身長大きくないので、ピーチの座席感覚でも耐えられますね。つまりピーチの座席狭いって言っているのは更新。それ以上はいけない。今回はピーチが新生で導入した新しめの機体なので、リクライニングが合っていたり、テーブルが少し大きめですね。飛行機部も飛行機から見る謎の状況で笑った。雲の上の世界でこんな一筋の雲を見ることになろうとは。雲の上の快適な空の旅を楽しむことに時間。沖縄本島の北西に浮かぶ、三本の滑走路が見える、家島が見えてきました。ここまで来れば那覇空港まであと少しです。10時32分、搭乗機は滑走路へのアプローチ、最終アプローチに入りました。にしては高度が高すぎるような。あ、ゴアラウンドしてんじゃん、マジで。あらららら。まさかのゴアラウンドですか。再び上昇しております。詳しいことは分かり次第ご案内いたします。
50分と見積もっても今17分遅れてますから、機内には困惑の声がちらほら聞こえますね。そのまま約30分遅れて沖縄県は那覇空港に着陸します。ちなみに一つ前に着陸する飛行機がトラブルを起こしたと機内での放送で言っていました。このフラップの動きが見たかったからこの席指定した。航空ファンあるあるなんでしょうかこれ。遅れこそ大体30分、沖縄県の那覇空港まで来ました。普段の動画なら半分は終わってるいるところで、ここからが本題ですね。那覇空港に併設されている那覇空港駅は日本最西端の駅でもあります。普通鉄道の駅に限ると松浦鉄道の旅が平戸口駅、 JR に限ると佐世保線の佐世保駅が最西端の駅になります。というわけでここからは沖縄県唯一の鉄道系交通機関であるゆいレールに乗っていきます。ゆいレールは紙の乗車券がバーコードになっていて、改札を通るときは改札機のバーコードリーダーに切符をかざします。やっぱ新交通システムって個性派が多いけども、さすが最南端かつ観光地というのもあって、一癖二癖ありますね。癖のある改札を抜けましてホームに上がります。というわけで手っ取り早くゆいレールを勘定します。なんか南国っぽい発車メロディ56。あれすごい聞き覚えがあるな。2200系のドアチャイムと音階が同じですね。車内のカット扉上の LCD としてパッドビジョンが取り付けられています。名鉄だと扉上にパッドビジョンは今のところ取り付けられていないですね。ゆいレールでは各駅の到着前にそれぞれ違う車内チャイムが流れます。終点の手田甲羅西の一つ前の駅、浦添前田駅を出ると、軌道はトンネルに入ります。この新交通システムのトンネル特有の雰囲気好き。那覇空港から38分、終点の手田甲羅西駅に到着です。浦西は駅周辺の地名から取られましたが、手田子というのは琉球語で太陽の子という意味らしいです。ちなみに今巷で話題のティーダは琉球語で太陽という意味ですね。東洋かつただ以上にもう一回来る可能性低いので、駅舎や駅名標を撮影しまして、ゆいレールを勘定したところで一旦旭橋まで戻ります。帰りは運転席の後ろでかぶりつきます。お、ものすごい下り坂ですね。古島駅から手田甲羅西駅間においては平均57パーミルの勾配が連続する区間で、坂に比較的強いモノレールの強みを発揮しています。ここで見えたお墓とか建物の形とか本土とは似てるようで全然違う街並みを、異国情緒ある個性的な車内チャイムとともに高い場所から眺められるのは面白いです。これならゆいレール自体が観光地として扱われるのも納得できる。手田甲羅西駅から26分旭橋駅で下車します。乗車券をお見送りしまして、独特な改札を抜けまして、マスターオブアメリカ沖縄を取るためにバスで移動します。時間通りで1時間近くかかるので、かなり長い乗車になります。沖縄県のバス路線って交通渋滞のせいでかなり遅れがちなので、本当に1時間で着くかは怪しい模様。バスが国際通りを吹き切ってるために、それなりの交通渋滞に巻き込まれ10分遅れて目的地のクワイバス停に到着です。近くの手がチャタンでいつも通り駅前します。しあらば駅前、少しだけアメリカンビレッジとチャタン公園を歩きまして、何分発かすらわかりませんが、とりあえず来たバスに乗ります。前乗り前降りのバスって観光用のボイネットバス以外では珍しいような。松市駅の駅前には大きなシーサーの像があり、シーサーとゆいレールを絡めて撮影することができます。少し早いですが那覇空港に戻ります。ある意味日本一有名な湖がゆいレールから見れるのですが、なぜか反対側に座るという大がバカました件。唐突すぎる下ネタ。那覇空港で下車して、お土産の購入とソーキそばを食べまして、いよいよ沖縄を立ちます。帰りも A320 瀬尾なのでちょっと残念だったり、米国より遅れること10分、18時45分にプッシュバックが始まり、単価買った沖縄滞在が終わりです。18時54分遅れていることもあり、我々の搭乗機の離陸の順番がそれなりに遅れてやってきました。エンジンが唸ってからブレーキ解除して急加速する、この感じの方が離陸って感じがして好きなんだけども、 A320 だと離陸滑走に余裕があるのでそこまでうなりませんね。すごい景色ですねこれ。なんか既視感ある思ったらこれでは雰囲気台無しですよ。
その後飛行機は定刻より10分遅れで離陸したものの、偏西風に乗ってほぼ時間通りの21時5分に朝飛び立った成田空港に着陸です。20分遅れが巻き返せるってどれだけこの飛行機は筋が寝ているのでしょうか。と同様、タラップを制御して飛行機から降りまして、全速力で京成成田空港駅に向かいます。仮に飛行機から定時で降りたとしても、乗り換え時間が19分しかない工程なので、少しでも延着したらダッシュ必須になります。誰だよこの限界工程を立案したやつ。他の誰でもないあなたですよ。発車数分前にどうにかホームに滑り込みました。車両は205系5000番台と音が似てるので中の人お気に入りの3000型ですね。あの音はなぜかものすごく落ち着く。 JR 線のホームには209系の千葉行きが止まっていますね。日中と早朝深夜においては209系の空港乗り線運用が設定されています。乗車します。案外エクストリーム乗り換えでどうにかなりますね。成功体験にうぬぼれて成長しないタイプの人間の発言のそれですよ。子が少ないだから特難引いた。関係ないと思うけどな。 PV 意識しましたよね。さて何事用だ。なんか新パターン来ましたね。22時10分京成船橋駅に到着です。その後親に回収してもらってので今回はここまでです。というわけで格安航空会社のお得なプランで沖縄に無理やり日帰りしてきた回でした。一体何を食ったらそんなフリーダムなことが思いつくですか。自分でもわからない。まあウプ主さんらしくていいと思います。次回からは再びシリーズものの投稿が続きます。それではご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録お願いします。また次回シリーズの予告編のリンクを完成次第記載しますのでぜひそちらもご覧ください。